増量期の糖質はできるだけ多く取った方がいいですか。これはね、その人の体質による。できるだけ多く、もう死ぬほど取っても、太らない人は取ってもいい、というか取らなくちゃいけない。腹筋が見えなくなるぐらい体脂肪がついちゃう人は、これはそういうふうに取ってたらどん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 太っていくということなので、自分の必要量を知ると。で、その時期によっても違うしね、あとタイミングによっても違う。トレーニング前中後に関しては、やっぱり炭水化物は、糖質は、必要なの、必要というか、そのタイミングで多く取るという方法もある。